お前のような無能がいると優秀な社員の足かせになる。俺が怒鳴られている部下をかばうと部長は舌打ちする。最初はいい部長だと思ったのに、実際仕事ができても中身がこれでは。未だ俺にパワハラ発言を繰り返す部長を見上げ、今に見ていろと心の中でつぶやいた。俺の名前は森田、63歳の会社員だ。数年前までは今いる営業部で部長だったのだが、若手登用により今は管理職の部長を退き、主任の役職についている。責任ある役職を若い者に任せることにより、成長を促し、会社を活性化させる目的だ。ただし、経験不足によるリスクや負担の心配は否めないため、俺は若い社員たちを陰ながらサポートしていた。一見降格に見えるが、うちの会社の方針で、若手登用で役職を退いた者には恩恵がある。俺はむしろ昇給をしているので、その点は心配無用だ。ある日、俺の部署に新しい部長がやってきた。前任の部長は体調を崩し、惜しまれながらも退職したのだ。堀岡と名乗った新部長は、自分が有名大学の出身であり、両親も大きな企業の責任ある役職についていると語る。挨拶というより、スピーチといった方が正しいかもしれない。いかにも、僕はエリート部長ですといった内容に、俺の周りの社員たちは苦笑いを浮かべていた。何にせよ、若くして優秀な人が部長に就くならいいことだろう。実際仕事ぶりは正確だった。挨拶の時は少し自信過剰で嫌な性格に感じたのだが、気のせいだったようだ。いい部長が来てくれたな。しかし、そう思っていた俺が甘かった。おい、15分以内に資料を作っておけって言ったよな。会議が始まっちまうだろ。森岡部長、会議の時間を忘れていたからって無茶苦茶ですよ。15分じゃ無理ですと、はっきり申し上げました。部署内で、部長と若手らしい社員のやりとりが聞こえてくる。また始まった。俺はため息をつきながら視線を上げる。部長が本性を表したのは部長就任からすぐのこと。3ヶ月経った今、部長が感情的に怒る姿など、部署のみんなにとっては見慣れた光景だ。部長に叱られているのが、乃木という社員だというのが分かった。乃木は30歳のまだ若い男性社員だ。まだまだ爪が甘いところが見受けられるものの、真面目で努力家なので、俺含む先輩社員たちから可愛がられている。やれと言われたらやるんだよ、この無能が。椅子を乱暴に蹴り、大きな音や声で相手を必要以上に威圧する姿は、まるで反社会的な人間の姿そのものだ。何にせよ、パワハラ行為に違いない。俺は、乃木と部長の間に割り込む。森田主任。乃木がほっとした表情になる。部長、15分で会議の資料作りなんて、誰がどう見ても無茶です。それに、部長の言動はパワハラそのものですよ。乃木くんが上に訴えたら、部長ご自身が不利になるだけでしょう。俺は、諭すように言葉を選んだ。せっかく部長になれたのだ。部長本人だって、問題にはしたくないはず。そう思ったのだが、諭すような言い方が、かえって部長の勘に触ってしまったらしい。無能なジジイの分際で俺に説教しようというのか。何様だ。乃木が言うには、部長は間もなく開かれる会議の存在をうっかり忘れていたんだとか。そこで、急ぎ乃木に資料作りを命じたらしいが、いかんせん15分というタイムリミットは短すぎた。案の定時間内に完成するはずもなく、部長は怒り狂っていたというわけだ。つまり、全部自分のせいなのである。俺に暴言を吐いている今も着々と時間は進んでいる。
怒り狂う暇があるなら、自分で資料を作って用意すればいいのに。正直に資料が間に合わないと、会議の参加者の皆様に頭を下げた方がよろしいのでは？俺が時計を指さして言うと、部長は、ゲッと声を上げた。会議の時間になってしまったのだろう。部長は大慌てで部署を出ていく。森田乃木、お前ら覚えていろ。まさに悪役の捨て台詞という感じで部長は吐き捨てる。森田主任、すみません。いや、誰が聞いても無茶苦茶だった。気にしないで。それから、俺にとって地獄の日々が始まった。堀岡部長は、その後の会議で当然ながら恥をかき、多くの参加者からお叱りの声を受けたらしい。部長のやり場のない怒りが俺と乃木に向く。毎日定時直前に大量の仕事を振られ、その度に残業を余儀なくされるようになった。時には、振る仕事もない日があったが、そういう時は部下たちの仕事を勝手に俺たちに振り分けるのだから徹底している。目に見えてストレスで顔色が悪くなっていく乃木を俺は見過ごせず、乃木くんの分も私がやりますので、乃木くんはもう多めに見てください。とお願いした。部長としては特に反抗的だった俺に嫌がらせをできればそれでよかったようで、俺のお願いをすんなり受け入れてくれた。実際、乃木がダウンしてしまったら、自分の評価にも関わると判断したのだろう。乃木は、ダメですと言い張ったが、大丈夫。私も、無策で部長に嫌がらせをされているわけじゃない。君は何も心配しなくていいんだよ。俺は、乃木を安心させるように笑ってみせた。ある日、決定的な事件が起こった。森田主任、お疲れ様です。よかったらお手伝いさせてください。俺はいつものように定時直前に部長に仕事を割り振られたのだが、今日はいつもとは違ったのだ。乃木くん、部長に見つかったら、部長は嫌がらせの一環で、俺の残業を手伝わないように、と周りにきつく命令していた。だから他のみんながこっそり俺を手伝おうとしても、やんわりと断り続けていたのだ。乃木は、あたりを見渡して首を振る。大丈夫ですよ。さっき部長が会社を出るのを見ましたから。あ、コーヒー買ってきますよ。森田主任は少し息抜きしてください。俺の返事も聞かずに、乃木は部署を出て行った。まったく。口ではそう言いながらも、俺は、嬉しさからか笑ってしまう。ここ最近は部長の嫌がらせのせいで気が張り詰めていた。お言葉に甘えようか、と俺は息をつく。その時、ポンと肩を叩かれた。振り向きざまに、早かったねと言いかけて俺は硬直する。俺の肩を叩いたのは、乃木ではなく部長だったからだ。お帰りになったのでは？俺のぎこちない問いに部長はにやりと笑う。スマホを忘れたのに気がついたんだよ。それにしても無能くん、残業代目的か？毎日残業してるじゃないか。俺なら5分で終わる仕事だぞ。自分の嫌がらせのために仕事を俺に押し付けておいてよくも。俺の心の中でじわりと怒りの感情がにじむのが分かった。そう思うなら、俺に押し付けずに自分でやれ、と口を開いたら、勝手に言葉が飛び出してしまいそうだ。わざと言っているのだろうから、これは挑発だ。うっかり乗ってしまったら最後。どんな目に遭うか分かりきっている。俺は必死に受け流そうとしていたのだが、積もり積もった不満が表情に出てしまっていたらしい。俺の顔を見て、部長はわざとらしく大きな声を上げる。なんだその顔は。はっ、出世もできない無能じじいが生意気な。そうだ、
せっかくエリートの俺が配属されたんだから、部署を刷新するなんてのもいいな。ゴミは取り除いて綺麗な職場にしたら、俺の功績にもなるだろ。今まで何度も俺や部下が若手登用で部長を退いたのだと散々説明してきたが、部長はまるで信じようとしない。過去の記録を見れば、俺が部長として働いていた証拠はいくらでも見つかるというのに。そもそも部長は制度自体は知っていても、わざわざポストを譲るなんてありえないと決めつけているのだ。だから俺が言い訳のために嘘をついていると思い込んでいるのだろう。反論したい気持ちは大いにあるが、とにかく言いたいことを言わせて、さっさと帰ってもらうに限る。俺がそう思っていると、最悪のタイミングで乃木が戻ってきた。すみません、森田主任。好みがわからなくて、微糖とブラック、どちらが。二本のコーヒーを持って部署に入ってきた乃木が、部長の存在に気がついて固まる。はぁ、はぁ。部長は瞬時に状況を察したらしく、さらに意地悪く笑う。新しい獲物を見つけたと言わんばかりの表情に、俺は慌てた。私が乃木くんに手伝いを命じたんです。部長は鼻を鳴らし、俺に説教を垂れるジジイに、言われた仕事もできない若造か。部署の刷新にあたり、ジジイだけでなく乃木にもいなくなってもらおうかな。うん。それがいいだろう。いい考えだ。明日は退職願いを書いてくるように。と、俺と乃木を見比べながら、部長は一人でうんうんとうなずく。乃木は部長が何を言いたいのか察したようで、表情がこわばっていた。もう我慢の限界だ。ふーっと大きく息を吐くと、俺はにこやかに部長に言い放つ。先ほどの刷新という言葉ですが、同感です。あとは頼みますね。乃木くん、そういうわけだから行こうか。俺は、困惑する乃木の腕を引き、そのまま部署を出てエレベーターに乗り込んだ。後ろから、おい、ふざけるな。仕事はやっていけよ。待て。と部長が後を追いかけてくるのが見えたが、俺たちに追いつく寸前で間一髪で扉が閉まる。ポカンとしている乃木が持っているコーヒーのブラックを受け取り、こっちをもらおうかな、と笑う。そして俺は目的の会をした。次の日、俺と乃木が部署にやってくるなり、部長が笑顔で俺たちに歩み寄ってくる。ああ、森田くんに乃木くん、おはよう。いい朝だね。絶好の退職日和じゃないか。いつになく上機嫌な部長に俺と乃木はうんざりして顔を見合わせた。それで、退職願いは書いてきたのか？早速預かるが。気色の悪い笑顔のまま、部長が両手を差し出す。部長の後ろの方で、部署のみんなが暗い視線を向けている。きっと、部長があらかじめ、今日、俺たち二人が退職するとでも、吹聴しておいたのだろう。もうすでに提出済みです。乃木はそう答える。何？普通は直属の上司に提出するべきだろ。人事部に出したのか。低くうなるような声だったが、もう恐れる必要はない。俺は短く答えた。今朝朝一番で社長に直接提出したんです。はあ？部長が目を丸くする。俺が明かした人物を知り、部長も周りのみんなも驚愕していた。どういうことだ？なんで社長に？うわ！うろたえる部長の腕を乃木が掴む。ちなみに、堀岡部長を呼ぶように社長に言われたので、部署に寄ったんですよ。俺は周りのみんなに向かって微笑んだ。
ちょっと部長をお借りするけど、みんな今日も一日頑張って。課長、その間よろしくお願いします。部署のみんなも部長同様に状況が飲み込めていないのだが、しっかりとうなずいてくれた。さあ、では行きましょうか、堀岡部長。乃木が声をかけると、部長は掴まれた腕を振り払い、鼻を鳴らした。まあいい。どうして直接社長に提出できたのかは知らんが、お前らなんかの下々の言葉よりも、俺の言い分を信じてくれるに違いない。しっかりお前らの無能ぶりを社長に伝えてやろうじゃないか。俺は内心ほくそえんだ。どちらの言葉を信じるか？そんなのは決まりきっているからだ。社長室にやってきて速攻、部長は顔面蒼白になった。いつも温和で有名な我が社の社長が、鋭い眼光で部長を見つめていたからだ。ああ、堀岡部長。話は昨日のうちに二人から聞いているよ。まあ、座りなさい。社長の目に足がすくんだのか、部長はぎこちない動作で、俺たちと共にソファーに座る。この時、初めて俺は部長に説明した。昨日の部長とのやりとりの後、俺と乃木は社長室へ向かったのだと。理由はもちろん、部長に部署を刷新すると言われた件についてだ。本来なら、気安く一般の社員が行っていい場所ではない。俺もよほどの理由がない限りは、こんな手段に出ようとは思っていなかった。社長は、俺たちを心よく歓迎してくれた。この時に、乃木にも初めて話したのだ。実は、社長は、私の兄なんですよ。と言っても、母親違いの兄弟なんですけどね、と、俺は付け足す。名字が違うと突っ込まれそうだったからだ。部長は、あんぐりと口を開けていた。昨日の乃木とほぼ一緒のリアクションに俺は苦笑する。詳しく説明すると、父の前の奥さんが亡くなった後、俺の母と再婚して俺が生まれたというわけだ。兄が社長に就いた後、俺もそれなりのポストにと誘われたが、俺は断った。俺は経営に関わる仕事よりも、今の働き方の方が性に合うと言って。それに、と、俺は部長を見る。私のような立場の人間がいた方が、社内の様子がよくわかると思いましてね。部長は口をパクパクさせて震えている。頭の中は大混乱といったところだろう。さっきまでの強気な姿勢は、すっかりなくなっていた。社長が二人分の退職願いを持って、俺たちの正面に着席する。他にも分厚いファイルを机に置く。まず部署の刷新と称して二人に退職願いを返ってくるよう命じたそうだね。君にそれほどの権限があったとは知らなかったよ。昨日弟から聞いて驚いた。一応今朝退職願いを受け取ったが、私は認める気はないよ。二人が辞めなくてはならない理由が見当たらないからね。皮肉めいた社長の言葉に、部長が何か言いたげに口を開く。社長は気に留めず、ファイルの中身をめくって言葉を続けた。君は日常的に、弟や部下にパワハラ行為を行い、好き放題していたそうだね。このファイルの中に、弟や部署の皆さんが集めてくれた君のパワハラの証拠が、ぎっしり詰まっている。弟とこちらの乃木くんが必要以上の残業を強いられた記録もね。今、この場にはないが、部下を怒鳴っている動画や音声の記録も提出してある。俺は残業をする一方でこうしたデータをまとめていたのだ。ちょうどそろそろ社長に提出しようと考えていたタイミングで、堀岡部長が退職願いを書いてくるようおっしゃったので、社長に証拠を提出したんです。俺が言うと、社長はやれやれと首を振る。
部署を刷新するのには私も賛成だ。堀岡部長、君という厄介なパワハラ上司がいなくなったら、部署のみんなが働きやすくなり、モチベーションも向上するだろう。部長は反射的に、そんなと叫んで立ち上がる。そしてそのまま床に移動して手をつき、俺と乃木に向かって土下座を始める。もう申し訳ございませんでした。まさか社長の弟さんだったなんて知らず。乃木くんに対しても言い過ぎでした。無能なんて思ったこともありません。激しい手のひら返しに俺も乃木も目が点になった。乃木が肩を震わせて部長に感情を吐き出していく。その言葉、僕たちだけでなく部署のみんなに言ってください。あなたの無茶苦茶で自分勝手な指示のせいでみんながどれだけ迷惑していたか本当に分かっているんですか。今まで無能と蔑んでいた乃木にこうまで言われて、部長は土下座したままぐーっとうなった。プライドの高い部長のことだ。言葉とは裏腹に屈辱的だと怒りに震えているに違いない。俺が乃木の肩をポンと叩くと、乃木は息を切らせて着席した。すみません、見苦しい姿をお見せして。いや、それだけ辛かったのだろう。私も社長として堀岡くんを部長にするのを許した責任がある。本当に申し訳なかった。今度部署のみんなにも頭を下げさせてもらいたい。社長も悲痛な表情で頭を下げながら言う。俺は床に顔を伏したままの部長に告げた。どちらにせよ証拠は十分です。あなたはパワハラ上司として厳正な処罰が下るでしょう。もう逃げられはしません。部長が顔を上げ俺を睨みつける。やはり反省などしてはいないようだ。ゴミは取り除いてきれいにでしたっけ。それを聞いた時、初めて部長と意見が一致したと思いましたよ。あなたがいなくなったらきっとみんなも喜ぶでしょうね。俺の発言に部長は悔しげに床を拳で叩いた。後日、堀岡部長は懲戒解雇となった。改めて社長と乃木には深く謝罪され、俺たちは会社に戻ることに。堀岡がいなくなった今、部署は活気に満ちている。乃木も前よりも明るい表情で毎日元気だ。堀岡のパワハラに悩まされていた俺や乃木、その他の社員が弁護士に相談して慰謝料を請求した。噂では首と慰謝料の請求が原因で堀岡は家族にも見捨てられてしまったそうだ。俺は兄である社長とも話し合ったのだが、定年後は非常勤役員として会社の力になることが決まった。今後世の中でシニアの社員の需要は増えていくだろう。会社としてもその豊富な経験や知識の力を取り入れていきたいと考えているらしい。俺にそういった人事の相談役になってほしいとのことだ。定年後も俺のできることで兄や会社で働く乃木たちを支えていきたい。